はいどうも、かつきでーす。はい、久しぶりのボブ散歩、そして久しぶりのボビーに向かってます。無事車検も終わって帰ってきました。で、スカルのミラーが車検対応じゃないということで、純正に戻して車検通してもらったんです。車検で通ったんですけど、もうこれはこれで見やすいね。やっぱ純正見やすいわ。やっぱよくできてんだね。もう今日は格好も夏仕様になってて、これ今日は30度近くなるみたいなんだけど、午後から曇りでにわか雨とか言ってるんだけど、かまねえね、別にね、もうね、かまねえねと。若干土地雲多いかな、県境だけどね。もう少しで来週にはフル駅に変わります。エアクリも S&S じゃないやつに変わります。最初はもうアレンネスもう一回に戻そうかなと思ってしたんだけど、マフラー売ってくれる人にエアクリもセットでもらいます。RSD のパクリみたいなやつです。そうだ、昨日車検取りに行った時に FXBBS が置いてあったんですけど、あの黒でナンバーワンのオレンジのタンク、こういうやつね、見た瞬間かっけーと落ちたかった。で、役にもこのまん丸のじゃなくてこんな感じの114についてるハイフロータイプのがこういうのがついててね、なんか、なんかあの役についてるだけで違うバイクに見える。あのエンジンはちょっとボアアップっていうか、なんかこうアップしてんだけどね、なんかすげえかっこよく見えちゃった。あとは一緒なのにね。めっちゃかっこよく見えちゃった。なんかわあ、試乗してみてと思って。まあ107あれば俺的には十分だけどね。まあそもそも 1700cc もいるかって話になってくるよね。もうそういう乗り方で、あの乗り方がいつまでも永遠の初心者なんで僕は。ただね、マジフォアコン楽。まあ、初めて見る人はいないと思うけど、このステップがね、元はこっちにあったから ね、もうちょっと後ろにね。だからね、身長高い人はね、ちょっと窮屈だったんですよ。信号待ちでこうブーンって走らせるとか、足をすげえ上げながら上にコンコンって乗っけるようだからでね、ステップはこの辺だったから、すがしちゃったんだけど、まあ1年ちょっとしてから出たんだけどね、フォアコンがね。でもこれ、超、ハンドルの高さもちょうどよくて、まあ、ハンドルも変えようかとは何回か思ったんですけど、もういい、このままでいいかなと。そもそも俺このスタイルがかっこよくてこれを買ったから、ハンドル変えちゃうと違うバイクになっちゃう気がする、見た目がね。まあ完全好みですね、これはね。まあ自分の好きなようにやればいいってことですけど、俺はねこの純正のハンドルめっちゃ気に入ってます。まあ俺はこれでとりあえずハンドルは変えないでいいかなと。エアクリとマフラーだけで遊んでます。いやー、ここはいいな、何度通ってものどかだ、のどかだ。ハーレーと株が似合う道路じゃないですか、ここ。向こうから撮ってもらいたいな。前からな。なんか自分で撮影するより最近撮ってもらいたい。ここ左。400号ね。それもさ、めっちゃ雰囲気変わんない、僕。ねえ。車幅変わりません？なんかこうちょっと都会になったみたいな刻めって怪しいな、何あれ。初走って初、やっぱこの通り、何あの記憶に刻め。
絶対怪しいでしょ、絶対怪しいよ。後で調べとくか。怖えな。お、片側になってんなこれ。147度。やっぱ純正エアクイだと熱が上がるの早いね。100ぐらいアイドリングが上がってる。どっちか片側になってる。誰でしょう。誰、ブレイクアウト。組長と同じブレイクアウトだって。デュースじゃなかった。かっこいいね。この坂を上がりきって下ればボビーです。いやー暑かった。お、すげえ。あれがガレージか。あれがガレージか。なんか久しぶり、すげえ久しぶり。めっちゃ。かっこいいのが閉まってある。久しぶり見たら。それでは皆さん、ここで終わりにします。終わりまで。